こんにちは、なっきです。今日はネオブライスのアイチップ作りをしていこうと思います。よかったら見ていってください。はじめにお顔を見つつ、どんなアイチップにしようかなと考えていきます。今回の子は髪色がベージュっぽかったので、ベージュのアイチップと、少し濃いめの瞳を目指して焦げ茶色っぽいアイチップと、一つ変わった色が欲しいなと思ったので緑色のアイチップを作ることにしました。半透明フィルムを使っているので舌が透けてしまうため、着色したレジンを入れています。さっきアップで写っていたのが焦げ茶色のアイチップです。こちらは印刷が濃かったので透明な足で作っていきます。このフィルムを薄茶色にのせて硬化していきます。こんな感じになりました。ここにレジンを持ってぷっくりさせていきます。お顔に合わせてみるとこんな感じです。こちら緑色になります。緑色も下地に黄緑色っぽい色を入れました。正面に入れると少し奇抜すぎるかなっていう印象だったので、多分横目に入れると思います。でこれは緑のアイチップのバリを取っていました。だいたい全部アイチップはバリを取ってからレジンを持っていきます。今回はキラキラが入っている入れ物なんですが、何か近くにある平らなものにスポンジテープを貼って台にして使っています。1回目盛るときは薄めに盛ると気泡が出づらくって綺麗に仕上がります。ベージュのアイチップが多分ダメだろうなっていう感じなんですが、とりあえず盛って様子を見ようと思います。アップにするとこんな感じです。2回目のレジンを盛っていきます。2回目3回目は少し厚めに盛ってコーティングして仕上げていきます。以前作った茶色とキラキラのアイチップが似合いそうだったので、これを使っていこうかなと思っています。で、1回薄く塗って、他のアイチップと同じように2回3回とレジンを持って仕上げていきます。レジンを盛り終わりました。目にはめるとこんな感じです。厚みが出すぎてしまったので、多分まぶたに引っかかるということでボツになりました。こちらが焦げ茶色っぽい感じに作ったアイチップです。透明感が強いです。目にはめてみたら薄かったので、もう少しレジンを持っていきます。こちらがベージュのアイチップです。白がやっぱりかかりすぎたので、これはボツになりました。半透明フィルムでなくて、写真用の透明感のない紙で作り直そうと思います。キラキラ入りのアイチップを仕上げていきます。硬化している間にボツにした緑とベージュをもう一度作り直していきます。緑にも少しキラキラを入れようと思って入れています。4度目レジンを持った濃いめのお目目です。白目からもちょうどいい感じになりました。こちらがキラキラの入った焦げ茶色の目です。ベージュは写真用紙で作り直してみました。はっきりした感じが柄とも合っていていいかなと思います。緑色の目も薄くなりました。こんな感じです。ご視聴ありがとうございました。